韓国青オカ大は6日、北朝鮮の金正恩国務委員長の妻まりゆ修治の故障について女子で統一することにしたと明らかにした。青オカ大の金ム・ウム報道官はこの日午後、春秋館で記者団の前で、金正恩国務委員長と共に、李ゆ修治の故障を女子で統一することにしたとし、金正ジスク氏も女子と呼ばれており、 北朝鮮側でも利益をも女子と表現しているというと述べた。金報道官は、女子と使われるのが最も自然で公式的な故障だと判断し、利益をも女子と故障することにした付け加えた。